横山国夫は、宮崎県出身の実業家。三井住友銀行常務執行役員、日本郵便代表取締役社長、日本郵政取締役等を歴任。東京大学経済学部卒。1981年、住友銀行入校。統合戦略室長、大塚法人営業部長等を歴任。三井住友銀行初代頭取の西川義文が、 日本郵政社長に就任した際には、側近として西川に帯同し、同社執行役員、専務執行役を務め、官保の宿売却や日本通運との宅配事業の統合を担当。しかし、官保の宿の売却では、野党から不当に安く売却したと告発されるなど、清掃に巻き込まれた。その後、三井住友銀行に復帰、同行執行役員、 常務執行役員、三井住友アセットマネジメント副社長を経て、社長に就任した。同社社長時代には、手数料の安いインターネット直販の投資信託を売り出すなど、経営改革を進むると同時に、今こそ始める、資産形成人生を劇的に好転させる50のお金の知識を出版し、2016年6月27日付で、同社社長を退任。 同年6月28日付で日本郵便の代表取締役社長及び日本郵政の取締役に就任。自動運転車やドローンといった新技術による配送などで将来の人手不足対応を行った。2019年12月27日、かんぽ生命商品に係る不適正販売の責任を取る形で日本郵便社長の辞任を発表。 2020年1月6日付で辞任。在任中は、漢保生命保険商品の営業について、営業実績が高いいわゆる有責者を中心に、顧客本位の業務運営にもとる営業活動がなされていることについて、積極的にこれを打破しようとした形跡が認められるが、不適正営業の蔓延に対しては、対策が後手に回り、辞任に追い込まれたと評価できる。 ありがとうございます。